さあやってまいりました。全日本ドラッグレースの前座レースとして行っている MSTV 企画04企画のですね、みんなで用意と、こちらのですね2022年の第1戦、5月3日に行われました。こちらにはですね、たくさんのショップが来てくれましたよ。今まではですね、個人個人でまあみんな来ていたんですが、近頃はですねやっぱり川崎さんのですねスーパーチャージャーのマシン速いじゃないですか。あれをですね川崎プラザ日本全国の各店がですねやっぱり持ち寄ってくるわけですよ。ここのところ頑張っていたのはモトコルセさんもね、スーパーチャージャーマシンここのところ持ってきてたんで、それに対決して、各日本のですね川崎プラザ各店舗がやってきたという第1戦後の模様をですね、まずは見ていきたいと思います。それでは行ってみましょうか。さあ第1戦目はですねモトコルセ定時 H2C 溝口対、こちらですねプラザ茅ヶ崎店 ZX14 はカーボンマシンのですねマシンのこちらモトコルセマシンに挑んだのが ZX14R ということで、はい、スーパーチャージャーマシンと MA のマシンでどちらが勝った。はい、10秒913対11秒031で、ここはですねやっぱり、例年頑張っているモトコルセさんのですね H2C が勝ちましたよね。まあ、10秒台に入っていればですねやっぱり速いんですが、特にトップスピード225キロ、これやっぱ速いですよね。川崎プラザ茅ヶ崎から来た ZX14R、惜しくもですね初戦は負けてしまったという形になりました。そして第2戦、お次はですね川崎プラザ横浜戸塚対川崎プラザ横浜戸塚と、同じく H2SXSE 対 Z1JR、 さあこれまたですね NA 対スーパーチャージャーという形になりましたが、同じ横浜戸塚店同士から来た。さあ NA とスーパーチャージャーどっちが勝つか。はい、勝ったのはやっぱりスーパーチャージャーだったんですね。H2SXSE が10秒台入っております。 ZX10R は11秒385。このね H2SXSE のねリアクションタイムコンマ2秒、これも速いじゃないですか。そして最高速度223キロいってるということでね、なんとかねNA のマシンもね ZX10R そして 14R もねもっともっとタイム出せるはずだと思うんですが、ここのところスーパーチャージャーのマシン台頭しております。頑張っていただければと思います。さあ第3戦はですねこちらもまた横浜戸塚店そして横浜戸塚店プラザで同じ同門対決でいっております。それもマシンです、ね、H2SXSE 同士、今ねローンチコントロール使っていたのがですねこれ多分鶴田選手なんですよね。片方はローンチを使ってないんです。さあ勝ったのはこちらはですね古田選手かな、10秒803。ローンチコントロール活かせたかどうかはですねちょっと疑問ではありますが、でも勝ったのは10秒803、古田選手横浜戸塚店。リアクションタイムね今度はまたコンマ07ですよ、コンマ07。これねほとんど予測で多分アクセル開けてるんじゃないかなと思うんですが、初めて来た割にはねこれは速いと思いますよ。最高速度も 221.54km、対して、同じく川崎プラザ横浜戸塚のですね H2SXSE 菊池選手、11秒111と、揃えてきましたが、リアクションタイムコンマ358もね全然、悪くはないと思います。ということでね、今回ローンチコントロールの勝負という形になりましたけど、古田選手の方が勝利となりました。さあ第4戦行ってみたいと思います。 ZH2 対 ZX14R、 こちらはですねプラザ店茅ヶ崎店同士の戦いです。 ZH2 もスーパーチャージャー、そして ZX14R は、ノンターボでスーパーチャージャーついてないということで、なんとか MA 勝ってほしいなと思ってるんですけどね。さあどっちが勝ったか、加藤 ZH2やっぱりですね10秒台に出てきました。対して ZX14R が11秒129で、なんとねスーパーチャージャーついてこないと10秒台に入らないのかっていうね、
そんな風な形になっておりますが、リアクションタイムコンマ684対コンマ710、リアクションタイムはほとんど変わらないんですよね。最高速度がね、やっぱり225キロがスーパーチャージャー ZX2、対して ZX14R は 218.84 と決して悪くはないんですが、やっぱりスーパーチャージャーマシンのね最高速度速いですよ。ということでね、今回プラザ茅ヶ崎店から来た、2台のマシン、こちらの勝負を見ていきました。勝ったのは ZH2 ということになりました。さあラスト行ってみたいと思います。川崎プラザ横浜戸塚店から来た柳井 H2SXSE プラス対ですね、浪人さんはですねいつも毎回出てきていただいてるんですけど、どちらのプラザ店から来ているかは関連ですが、こちらもプラザ店代表で、来ております。さあ毎度やってきている浪人さんの H2SXSE プラスに勝ったのはなんとこちらはですね、横浜戸塚店から来た柳井選手が、これは早いよ、10秒326はこの中でのトップタイムじゃないか。多分元コルセも抜いちゃったという、茅ヶ崎店にも勝ってしまったという、どっから来てるか浪人さんにもなんと勝ってしまって、今回ね初参戦でいろんなあのプラザ店から来ているんですけど、みんなそれなりに多分勉強してきてるはず。リアクションタイムもコンマ255ですよ。リアクションも早いし、タイム10秒326ってね、10秒台前半っていうのはね、かなり早い。そしてさらにトップスピードが 233.77km って、これ元コルセ 225km でしょ、233km ってね、かなり早いということで、今回ね、全体の中でもこの川崎プラザ横浜戸塚店の柳井選手が最も早いタイムを出していたんじゃないかなと。浪人さん毎回ね来ていただいてるんですけど、これで悔しくてですね、次の戦いね、次戦でねタイムアップしてくるはずなんですが、今回はですね、各店から来た、皆さんの戦いをですね見ていただきました。はい、こんな形でね、あの用意ドンはですね、今第2戦まで紹介しているんですよね。今回見ていただいたのが5月3日の第1戦、第2戦は6月にやって、ここでね浪人さんがねちょっとタイムアップしてくるんで、またこれはね見ていただきたいと思うんですが、次回の、用意ドン企画、こちらですね、まず次回はですね7月ちょっと間空きまして、8月6日に行われます。そして続いて、9月が空いて10月1日に、また行われる、そしてその一月後の11月5日土曜日に最終戦ということで、モーターステーション TV 企画のこの04企画の用意度はですね、毎回土曜日にやっているんですよね。翌日日曜日にはですね、全日本トラックレース JD スターが開催されるということで、まあ2日間イベントの中の土曜日だけでやっているのでですね、ぜひ皆さん、参加していただければいいなと思っております。一番最初ね、これね 250cc ぐらい、250のクラスをですねすごい盛り上げていって、あの04とはいえですね、初めての人でもできる04企画っていうのをやっていたので、全然250、125、350、そして私が今盛り上げようとしているのは 400cc クラスということで、まあ、この辺の車両がですね集まってきていただければいいなと思っております。こちらはこちらでまた放送はしていきますので、ただここのところね、やっぱりビッグバイクですよね。それもスーパーチャージャー付きの川崎軍団がすごい頑張ってるということで、今回のモトコルセに対してですね、各川崎プラザ店からですねいろんなこう使者が送り込まれて、今回はね横浜戸塚店の柳井選手がトップスピード、そしてトップタイムを出したということになりますけどね、こんな企画で、04企画 MSTV 用意どんをね、まだまだ引き続きやっていきますので、ぜひ、興味のある方申し込みをねしていただければいいなと思います。本当に全員ほとんどとか自走で来てるんでね、自走でツーリングがてら来ながら、1回04スタートをやってみるっていうのをね、最初ね第1戦行ってね、1日にだいたいね2回から4回ぐらいまで走れるんですけど、やっぱりね最初はそんなにタイム出ないと思いますよ。まあそれでいいと思います。ゆっくりゆっくり開けてですね、だんだんと徐々にタイムアップしていければ、それなりに記録が残っていきますし、今ね、3年目になるこの MSTV の用意ドンから、なんと全日本に出場するメンバーが現れてきたというですね、だんだんあの04企画で頑張っていた人たちだから、
全日本ドラッグレースジェディスターに翌日参戦するっていうのがね、出てきましたので、皆さんの中でもですね、もしかしたら全日本格式のレースに出られる人が、現れるんじゃないかというふうにも感じております。そしてもう一つのニュースだけ言っておきましょう。第1戦、第2戦、第3戦、第4戦となる10月1日土曜日にはですね、賞金レース行っております。この賞金レース、どんなマシンが出られるのかというと、ヴィンテージスーパーバイクっていうですね、まあ、Z1、Z2 とかね、あとは本当は CB7 半 CB900 も出ていいんで、実は私もですね狙ってはいるんですが、こんなねヴィンテージスーパーバイクっていうマシンを持ってくればですね、賞金レースに出れる。ただこれね、お金をかけたマシンじゃなくても全然大丈夫です。非常に綺麗な、磨き込んだ ZCB そしてね FZ とか、そんなマシンたちもですねヴィンテージスーパーバイクに入ってくると思いますので、これはねトップタイム、トップスピードを競ってるんじゃなくて、いかに正確に04タイムを刻むかっていうので、ゆっくりでも構わない。はっきり言って14秒、15秒、16秒でも構わないから、正確なタイムで、04地点に到達すれば、それが優勝に導くというトーナメント制で行っているので、こちらも興味があったらね、ぜひね問い合わせていただきたいなと思います。問い合わせ先とかはですね、ジェディスターのリンク貼っておきますので、ぜひそちらを見ていただければと思います。MSTB 企画用意どんでね、体験04企画をやってみたいなっていう人は、ぜひこちらも詳細欄、概要欄にですねリンク貼っておきますので、どしどしお申し込みいただいて、250cc クラス、そして 400cc クラス、そして、オーバー 400cc 以上というクラスを盛り上げていければと思っております。今回は2022年第2戦のMSTB 用意どんの企画をお伝えしてみました。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。さよなら。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。